倉山充の直球勝負スタルヒン300勝みたいな感じですね。スタルヒン、スタルヒン、須田博さんですね。須田博さん、八景ロシア人の、はい、スタルヒンはロシア人やっつうのに、はい、まあ、適正的な名前を使うなんて、一応ソ連当時ね、はい、あの友好国ですからね、はいはい、建前上は、はい、でしかもスタルヒンに至ってはあのロシア人ですからね。はい、そうですね、はい、なるほどって来るかと思ったんですけど、はい、なるほど、あ、なるほど、いや今の流れだと来るかなと思ったんですけど、はい、はい、うん、は3回までとか、いろんなね、あ、打ち合わせやってましたね、はい、CGS でも、はい、で今回は帝国憲法の真実、真実奏者、ね、奏者、はい、いよいよ帝国憲法の本書くぞと言ったその第1弾は奏者さんから、はい、いや大変いい本です。私ゲラを拝読させていただきましたが、はい、あの帝国憲法のね、まあ、あのまず日本国憲法からなんですけどね、そもそも、ね、そうなんです。なぜ日本国憲法がこんなにしょうもない内容なのかっていうことが、はい、まず前半に非常に詳しく、そうです、あ、ね、2部構成になってまして、第1部は本当は日本国憲法の暗号っていう、日本国憲法の暗号と帝国憲法の真実したかったんですよ、はい、いやあれ暗号じゃないですよ。そう、本当は暗号でも何でもないんでやめた、妥協のサンプスですらないという、ね、そうそう、ただぐちゃぐちゃなだけっていう、ね、ぐちゃぐちゃなだけですね。でぐちゃぐちゃだよってことに気づいてって分かるように残しておいて、そうなんです、はい、むちゃくちゃな話ですからね、はい、はい、まあ、前文には何の効力もありませんとか、ね、まあ、もうとにかくいかに日本国憲法がデタラメかって話を第1部でやって、はい、第2部であの帝国憲法ってこういうどっちがまともですか、そうですね、っていう比較を、最大のタブーと言われてますからね、はい、もう帝国憲法という言葉使った時点でダメっていうですね。もう今日本の2大タブーは使っちゃいけない言葉が帝国憲法と木下やすし、はい、なんでですか。いや木下やすしって木下やすし大元帥って言えばいい、いや言わなきゃいけないですよね、タームを突破しましたからね、大元帥様って言ってますんだと、我々は、ね、まあ、はい、もちろんいろんな継承があるので全部つけて最上尊敬で言わなきゃ、もうマインカイザーと言ってますからね、朝晩ジーク木下ってマインカイザー木下ということでね、はい、みんなでも本当にあの褒めたたえていかなければいけない、そうですよね、これから永久に褒めたたえてやろうかと思うんですよね、はい、ということですね、はい、で帝国憲法の真実は本当にあのなかなかいい本で、ありがとうございます、はい、あのよくわかります、なぜ倉山満がこういう活動をしているそうなんですということがね、はい、そして今の御権論も会見論もいかにくだらない、そう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 、本当にあの手玉に取るために関係ないおもちゃを与えられたって感じですね、そうですね、よくある話ですね、うん、はい、これはまあ倉山先生よく言ってましたけど、あのいわゆる昔の保守ね、はい、戦後保守なるものは、要は左翼とのプロレスで負け役をやって金もらってる、はい、そういうまあしょぼい職業ですよと、うん、そんなもん続けるの、あのどうなんですか、いかがなもんなんですかと、いうまあことを、ね、そうなんですよ、言ってますけど、本気で世の中を変える気で戦ってますかっていう、まあそういうことですね、命がけの言論活動をしてますかっていう、そうですね、でそういう意味で言うと、まあ、その誤見とか会見とか言って今ギャーギャーやってる人っていうのは、はい、もうこれはもう全然その論点がずれてると、うん、まあ、しかもね、いわゆる新無公論に至ってはもう議論にすらならない、そうそうそう、消滅した、まあ、消滅、まあ地球教みたいなもんですね第二地球教みたいなのも最近言いましたが、単なる邪教ですからね、はい、だから無公論って言ったって、あの新無公論と元々の無公論全然別物ですもんね、そうですね、だから、はい、あの旧無公論なんとか、まあ、京都学派とか いろんな説あるんですけど、はいはい、だって日本国憲法がなんで日本の最高法なのかなんて正解出せる方がおかしいじゃないですか、そうです、ね、おかしいんですもん、そもそも、はい、その100点の説明しようとすること自体がおかしいんですよ、はい、っていうところが始めないとダメですよ ね、 そうですね、まあ、あの憲法の改正はね、うん、当然必要だと思うんですよ、うん、ただあの日本国憲法の条文をいじるということに終始している今の改正案とは大変問題があるなと、はい、全く意味がないでね、いや私はまあちょっと倉山先生は多少あの意見が違うので、はい、帝国憲法って出してねアレルギー反応するんだったら出さないで、出さないんだけど帝国憲法の改正案にしか見えないもの、うん、実質的には出せばいいと思うんですよ、はい、まあ、順番逆にしたりする、うん、だからその時期が来るのが本当も、まあ、かなり後かなと思ってるんですよ、やらなきゃいけないことが多すぎて、まあ、私が言ってるのはもうとにかくまず経済をあの良くする、うん、で次の段階であの憲法の条文をいじらなくてもできることを全部やる、はい、最後に憲法と、ね、いうことなんで、その時第3段階が来るのいつだろうっていう、まあ、今第1段階も怪しくなってますもんね、そうですね、いや本当これ共産党とか護憲派の人とか一致したのはその目の前であの苦しんでる人がいて、はい、憲法で書いてる人権の建前守られてないのに条文守りましたってバカですか、はい、うん、それ一致しましたか、そう一致しますよ、なるほど、ね、まあ、その後のさ、だ伊藤誠さんとあの伊藤塾の人いるんですか、あ、あの人は左翼ですよね、はい、いや左翼なんですけど、はい、筋を通す左翼で、はい、もう地球が滅ぼうが憲法9条守るみたいな人なんですよね、はい、本末転倒なところありますよ、はい、完全に、はい、うん、でもあの筋は日本国憲法を日本の憲法だとするんだったら、はい、あの説明しかないっていう点で、はい、あの筋は
通してですよ。なるほどね。でもまあ残り 5% がだからそんな日本国憲法価値がないっていう私と、はい、向こうはだから守ろうっていう結論は絶対に一致しませんけど、はい、その最後の 5% に行くまでの 95% は伊藤さんの話が一番筋取ってますよ。なるほどね。東大憲法学って卑怯なのは、はい、口では人権の綺麗事を建前で言いながら、はい、いざ本当に弱い人が来ると金がないから帰ってって門前払いするみたいな。なるほどね。そういうのが一番卑怯なの。いやらしい現実との妥協するわけです、はい、現実と妥協してますよって言ってやってりゃいいんだけど、うん、妥協しないぞと原理主義だぞと言っといて実際来るといや実は現実がみたいな。そうなんですよ。だから司法試験とかでもいや最高裁いかに人権を守ってるかみたいなこと書かなきゃ受かんないみたいな、はいはい、なるほど、ね、そういうのがおかしいでしょって。うん、なるほどね。まあ、あの帝国憲法の、ね、改正案としての新たな日本国憲法の改正案を出せるまでにはその改正案を出した時に、ね、書いてあることをきっちり実行できるだけの力がなきゃダメなんです。そうなんです。だから例えば北朝鮮の憲法に世界征服って書いてあったってじゃあ金正恩に世界征服できるかって無理じゃないですか、うん、はい、まあ、そういうことです。全く意味がない。そうだ、書けばそれが現実のものになる、うん、ね、書けば実現するっていうのは、まあ、それどっかの自己啓発本ならそうかもしれないけど、うん、はい、この憲法に限っては違うよと、うん、それはあなた その人生でそういうことされるのはね、モチベーションアップのためにされるのは結構ですけど、まあ、憲法ってそれはやらないよねっていう話ですよね、はい、そうです、はい、まあ、ちょっとその俗説的な言霊信仰みたいなのありますよね、はい、はい、あの第1部と第2部が対比になってて、はい、まあ、それぞれ3章構成なんですけど、はい、第1部第1章が日本国憲法全文、はい、第2章が9条、はい、9条その他も安全保障規定ですね、はい、9条だけじゃないですからね、安全保障規定って、はい、まあ、いわゆる平和主義って、はい、でそれが第3部が20条、もう20条だけ一つの章になっちゃうんです、はい、あの信教の自由と政教分離 で、はい、でそれに対比して第2部はあの全文にあたるのは公文、はい、お告げ文ですね、はい、憲法とは何なのかって話、はい、第2部は、まあ、一番帝国憲法でボロクソ言われる統帥権の問題、はい、そして第3部があの宗教問題ですね、はい、人間の自由の根源はどこにあるのかっていう。なるほど、深いですね、はい、今回もタブーにもうさらに切り込みまくりましたんで、うん、最後のところとかオウム真理教とかエホバの証人とか、あ、そうですね、書いてありましたね、はいはい、だってあの憲法の判例で出てくるんで当然それ逃げるわけにいかないん で、はい、そうですね、まあ、モルモン教の話であるとか、はい、宗教とどういうふうに向き合うのかとか、うん、なるほどね、まあ、そういうあのちょっとあのかなり本格的な内容で、はい、時事ネタではなく、ええ、まあ、あの山川をちょくる本でもなくですね、はい、まあ、あのちゃんと真剣に真面目に久しぶりに書いた、ええ、まあ、他のところが不真面目みたいなそれはちょっと言えないですけど、テイストはかなり違いますね。そうですね、あの、まあ、専門分野についてね久々に書いた本ですよね。いやだから中身は自信あるんですけど、その加工の仕方で大丈夫かなっていう結構自分不安で、あ、だからいいものを出すのはできるんですけど、それをみんなに面白おかしく分かりやすく伝えるっていうのがちょっと加工ですね、はい、なんか今回の本はあんまり面白くないような感じ面白くはないですね。あ、はい、まあ、確かにちょっと日本国憲法の、ね、前半ね、前半部分の日本国憲法についての部分読んでて倒れそうになりました、ね、そうですか。あ、これが社会科で習っていた金閣緑地の上に習っていたあの本かと、あの憲法かと、もうまさにね路人の故郷じゃないですけどね、本当にね、もうこれがあの故郷であろうかと、ね、もう本当にもうわびしい村々がいささかの活気もなく横たわってるみたいな、はい、まあ、そんな感じですよね、はい、はい、そうです、はい、なので、まあ皆さんもですね、まあ、ぜひですね、そのまあ船舶な憲法改正論にね、はい、改憲論に陥ることなくですね、まあ、憲法の本質を知るためにぜひこの本を買っていただければいいかなと思います。そうですね、はい、参考文献リストが120冊ぐらいになっちゃったいやメモ帳に取ってないのは全部落としちゃったんで、本当は何冊ぐらい書けたんだろうみたいな。なるほど、はい、ということで力作ですのでぜひお買い求めください。よろしくお願いします。